ヘイヨーキャンツムッシュです。え次のアプデからですね、えタワーダメージが変わります。えっと、呪文のレベルがマルチだと上限14、そしてトーナメントだと11になるので、えそれに伴って、今までのね、ゴロが使えなくなります。ということで、こちらが出ているダメージ数なんですけども、えはいはい、ありますと。で、これね、ゴロで覚えるのがいいので、え特にね、隣トナメレベルだとみんな使うと思うので、一緒に覚えていくっていう動画でございます。え僕が考えたゴロこんな感じです。 ロケットの極意、591。で、よ、よろしくロケット、これ446。ヨニオくん、えー、420ですね、これライトニング。サイナラライトニング、えー、サイナなんで317。えー、クエイクに泣く、に泣くの279。クエイクにイオ、え二、ー、210ですね。えー、ズババポイズンは、えっ、ー、と、288。二ニ人ニガシポイズンは224です。えー、ツナシマファイボ、えー、ツナシナ274。ニオウナファイボ、207。 えー、重要な矢の雨。重要な147ワンワンワン。1 1一1 1 1、ね、これ矢の雨の隣ですね。いイ・一チロウッド116。ハナウッド,、えーウッドえー、87か。ナナちゃん、ゴバちゃんはこれと、ザップと雪玉と、えー、ディガーのダメージですね。あと、えー、と14四ベルの方はトルネードもナナちゃんですね。 で、ええー、トーナメの方がゴバちゃん、えー、58なんですけど、えぇ、ー、フリーズがヨロ、え四、ー、46。で、フリーズ最高だとあれなんで、えっ、ー、と、35なんで、フリーズザコでいいですね。フリーズザコでいいです。で、えぇ、ー、これですね、あの、画像が出てるんですけども、えぇ、ー、と、これね、サムネイルボタン書いてあると思うんですけど、トルネードがね、なんか、 14レベルの時だけ78なんですよ。えー、さっき確認したがらこうだったんで、今までね、トルネードザップと雪玉一緒だったんですけど、えー、78になるので、よけろナッパトルネードだっつってね、あのー、ベジータ風に言ってあげてください。ということで皆さん、上から行きましょう。ロケットの極意。よ、よろしくロケット。ヨニオくんライトニング。えー、サイナラライトニング。えー、っと、279なんだっけえー、っとー、 なんだっけ ?279 ってなんだえっ、ー、と、クエイクに泣く。えー、そしてあとは、えっ、ー、と、クエイクにいよ。えー、そして、えっ、ー、と、ズババポイズン。二人ガしポイズン。えー、綱島ファイボ。えーと、ニオうなファイボ。えーと、147んだっけえーと、えー、ノのメえー、147んだっけ重要な、重要なノのメまあ、いえ、 いい,んね、いいような矢の雨でもいいんですけど重要な矢の雨ワンワンワン矢の雨イチロのウッドそして花ウッド、えー、そしてナナちゃんゴバちゃん、えー、よろしくフリーズザコフリーズんでトルネードだけ、えー、14メベルと78なのでよけろだっぱトルネードだぜひ皆さんこれを、ね、活用してください俺マジでこんな感じで覚えてました前の呪文だと イナニファイボとかオナニウッドこれ言っちゃダメかごめん。